はいこんばんははいこんばんは、えー、火曜日の六時の時間がやってまいりましたはい、えー、リッキチカのレ,深呼,レ深呼吸ですね,ですねえー、まあ今日はあの生放送ということではい、えー、今日の放送は第三十六回目なんですけどあ早いあのね、えー、もうなんていうのかな、えー、県議会選挙も終わってうん、えー、ちょっとほっとしたとこかなという感じなんだけどはい。 えーまあ、梅雨の真っ最中でね、ねでもなんか晴れてきてますね、今になってもうね、選挙終わった途端もう土砂降り続きで、昨日も雷もね、すごかったし、ね、風もなんか強かったですよね、うんまあ、なんか連日ねあの、竜巻注意報とか、はいはいはい、ありました、ね、あの土石、なんかねあの何、土砂災害の注意報とか、もう注意報だらけなんで、あのん本当にねあの、テレビとかニュース、 ラジオもね聞きながらあの注意してほしいなと思いますね。そうですね。うん特にあの僕あの運転中のね、うん、あの人があのもうなんていうかなバケツをかぶせたぐらいのこの目の前がもうワイパーハイテンションでばあってやってるけど全然5メーター先見えないのにさ <laughs>、うん、10メーター先見えないのに平気であの普段のスピードでいますね。なんていうかなあの関 ただの感電走ってるようなあれやめてほしいね。うん、あれをもうこの道に慣れてるからっていう感覚なんでしょうね。多分ね。いやあのスピードはねぜひ落として。危ないですよね。 ライトもつけるそういう時は昼間の2時3時であろうと雨が降ったらつけるそうもう見づらいんだからさ切れてますねなかったんですかいやだってこんな時でもライトつけない人とかスピード落とさない人いるから危なくてしょうがないそれでもう追突事故とかさ事故が起きて雨降りだからさらに混むと。 うんこれはちょっとね、うん、ぜひ注意ししてほしい,なと思いま当こんな時期だからね余計に、うん、だからあのこういう時こそねあの深呼吸を忘れずにひ、はいえー、一呼吸置いて深い深呼吸でね本当にね心を落ち着かせると大切ですよ深呼吸、うん、そうするとね、うん、あの事故もないですしうんえーまあ鬱陶しい梅雨もなんかあの予報によると今週 で梅雨明けかなとか来週かなとかっていう感じなんで例年ねあの全国梅雨があるエリアがあるじゃん、はい、北海道からこの東北ね地方とかって言って北海道梅雨ないでしょ、はい、だから梅雨があるところが、えー、昨日かな一昨日ぐらいもう梅雨入りしたわけ梅雨があるところはもう全部梅雨に入っちゃったわけ。それで になると沖縄が梅雨明け間近っていうのが例年のパターンだから、うん、じゃあそろそろですね。そう、うん、っていう感じで、うんえー、あと、このうっとうしい時期はね、うん、もうちょっとっていうことなんですけどあの今日も土砂降りでしたけど今ね、ねいい感じの、うん、太陽が黄昏時間になってまして、うんね、あの何かほっとしたような感じの、ねうん、空気があるんですけど。 えー、実は今日はなんと、はい、あのー、第36回目のゲストさんに、はいえー、ボギーテトコンさんをね来ちゃいましたね第2回目のね試戦、はい、でもう今日大変なことになりますよはいもうめっちゃ楽しみですこれあのー、放送禁止ギリギリのあのー、今日のあの生放送になると思いますので、はい、あの FM ギノワンさんもちょっと覚悟してですね本当に、何が起こるかわからないですよ、ね、っていうことであのー、まあ CM 後にね あのー、ゲストボギー,ヒーテドコンさんをお呼びします。はい、どうぞお楽しみに。はい、楽しみに。

あ初見ですみませんあの、まあ、テトコンさんはね、えー、第8回目以来去年の11月24日の放送以来の2回目の出演ということで、うんえーはいえー、お越しいただきましたもうあの、えー、聞いてるねリスナーさんはあの知ってる方はあのすごい有名なんで知ってるんですけどあの簡単にですねあの えー、テドコン・安スさんの、えー、自己紹介,紹介を、ね、ちょっとさせていただきますね、えー、沖縄教育オンブズマン協会の会長とです、ね、されてまして、あとチャンネルさくらの、えー、キャスター、てます一般財団法人沖縄国際交流政策研究所の、あのー、理事長さんもされています。お で最近またあの日本の心を大切にするとの、うんえー、全国比例第4支部の支部長さんもされてますね。うん、でいろいろ熊本のね最近の、えー、震災の支援とかですねいろいろ活動されてます。で、まあ、沖縄では、ねあのまあ、辺野古問題とかですね、うん、<laughs> あの左翼問題とかですね、はい、で普天間の,あのフェンスの,あの汚い汚れてるのを、うん、あの きれいにすする、うん、フェンンスクリーンとかですねう、うん、こういったところの活動で、えー、有名な方ですねご自身もあのラジオ番組とかも「あのチャンネルさくら」っていうネットの、ね、テレビ番組も持ってますんでもうあのこういう放送とかもかなりこなれてるんですけど、はい、今日はなんと爆弾。 発言っていうかいやたくさんありますよ。ろしくお願いします。やっていいのかなっていうことで、さっきあの許可もらってたんですけど、何でもいいですよ。やっておしまいっていうことでですね。許可が出ちゃったもんですから。やってしまえと。ガツガツま喋っていこうかななんて思ってます。いいですね。いいですね。まあでもこのあの私がこの今回この日本の心を大切にする党の参議院全国比例第四支部の支部長に抜擢されたのはこの。 いわゆるこの既存の政治家の誰よりもこの沖縄の現状を一番把握しているというふうに評価されたわけですよね。まあ、なぜそういうふうに評価されたかといいますと私たちはやっぱりメディアの端くれですからあの伝聞ではなくて自分たちでやっぱり現場に足を運ぶわけですよね。で現場でありのののまままま姿を私たちやっぱり見てきてきそそれをえ 流すすわけですよ、はいまあ、それを見ていろんな人たちがこの沖縄問題への理解をまあ深めていくんですが、うんまあ、既存のメディアの報道っていうのは私たちから見るとやはりかなりあのフィルターがかかってるような報道があまりにも多いと、うん、まあどちらかといえばある特定の人たちに的なな報道ををすするるののが非常に多いなっていうのを感じてるんですよね、うん、で実際私たちが取材に行くとですねこう言われるんですよ。はいあの これ反対派の人たちですよ。はい、我々に好意的な報道をしてくれないのであれば取材はお断りしますと。<laughs> どういう意味ですか？これで意味は意味わかんないです。<laughs> 本当に意味わからないです。いや本当にこんなこと言うんですよ。前回に続いて言っていいですか？バカ垂れですよ。<laughs> わあこれは放送禁止用語じゃないですか？<laughs> <laughs> <laughs> うちの番組より危険ですねなんか。<laughs> いやいや意味わからないですよね。<laughs> そしたらこのね取材に来た新聞記者びっくりしてましたよ。はい、え 何ですかそれっつってからいやうちのこといいように書かないんだったらもう帰ってください話すことは何もありませんということでまあ返されちゃったんですよねそしてあの最近ではですねこの反対派の人たちの間であのなんと非常に評判の悪い新聞があるんですよどこだと思いますか反対派ののの人たちに評評判判悪悪い新聞悪い、まあ、いい新新聞聞は のね、県でも有名な琉球新報さんと、沖縄タイムさん、やっぱり。はい、愛読してる新聞なんですけど。最近特に嫌われていて、名前まで挙げられる新聞があるんですよ。山日報違います。違います。なんだろう。わかります。新聞。リスナーの皆さん、わかります。実はですね。発表しちゃいますけど。朝日新聞が嫌われてるんですよ。彼らに。はい。 あれ彼らの味方だったんじゃないですかいや味方だったらしいんですけど、はい、最近ですねかなりまともなっていうか、まあ、公正な報道をちょくちょくするようになったと<ー>、まあ、その中でも一番大きな理由がですね<ー>あのこの沖縄に取材に来た時に私たちのこのフェンス清掃とかはい、はい、朝の挨拶運動を取材に来たんですよね<ー>でそれを朝日新聞さんはきちんと取材をして ありのままに報道したわけですはい、はい、そしたら本当はねどっか荒探ししに来たかもしれないんですけど、うん、そんなところがいっぺんも見つからずに、うん、ま素晴らしいことをやってるっていうことで報道しちゃったもんだから、うん、反対派の人たちからですね「はい、朝日新聞さんに苦情の、ね、電話が何十本もいった」っていうことで。<laughs> <laughs> <laughs> そして朝日の記者からあの私のところ電話かかってきまして「いやもうテドコンさんも参りましたよもうどうにかしてください」と「いやどうしたんですか?」っていや実はねあの反対の人たちからクレームがばんばん入ってるんですよ」ってえっどういったふうなクレームですかって「なんであいつらをいいように書いたんだ」っていうクレームが入ってるっていありのままを書いただけですよね。そうなんですよのままを書くと ね、なぜか怒る反対派っていうのが非常に私は不思議でならないんですけどじゃあどこの新聞がいいんですかっていうふうに質問をしたら、はい、あの東京新聞なんて言ってましたけどねそ、はい、こは東京新聞っていうのは私が出てたりはーいって出てたりする新聞なんですけど<ー>もしかすると反対派は最近あの私のことをですね、はい、あの沖縄のトランプって呼んでたんですよ。<laughs> <laughs> いや彼らに対してやっぱり厳しいこと言いますよ平気でねシバシと、うん、彼らにとってみたら私が言うのはすごい厳しいわけですよ、うん、風当たりが強いこと言うから、はい、であいつはてあの沖縄のトランプだと絶対いい思いさせちゃいけないっていうふうに言ってたんですけど最近これがまたさらにあの細かくなりまして、はい、あいつは沖縄のジョーカーだって言ってるんですよねあった <laughs> 要するに彼らがニコニコしてババ抜きをしていて、はい、カードを引いたら自分がにんまり笑ってる写真が出てくると <laughs> へえってなっちゃうんです、ね、へえいい、ね、よっぽど嫌われてるのか <laughs> 嫌われてるのか疲れてるのか意味が分かんないんです <laughs> <れ>彼らはでもトランプは 応援すべきじゃないですか。応援すべきですけどね。沖のの軍隊を全部撤退させるって言ってるんだから彼らが言ってる主張通りじゃないですか。もうねあのイエストランプっていう旗を掲げて、うん、本当応援運動しないといけないんですけどね。うん、ですよね。なんかなんあの軍軍隊がなくなって米軍基地がなくなったら困ることあるんですかね彼ら。いやーそうですね。まあ実はあのこれ私の分析なんですけど、基地がなくなって一番困るのは 実はですね、基地反対をしている反対派なんですよ。<ー>ちょっと意味わかんないですよね。はい、<laughs> 実はですね、これあの。基地がなくなると、彼らはですね、その今まで、あの。ずっと既得権益としてやってきた。いわゆる反戦ビジネスとか、うんうん、あの平和産業っていうのが、続けられなくなるんですよね。収入がなくなるってことですか。そうですね、収入とか<ー>旨味とか、そして。 あのその基地があることでそれに反対をすると、うん、反対をすることで支持を集めて票をね、うん、取って政治家をしてる人たちが一番やっぱり困るんですよ。<ー>つまりね基地は出ていけっていうことで票を集めてる人たちが、うん、基地がなくなっちゃうとどうなるかっていうと、うん、票が集まらなくなるわけですよね。そうですね そうなるとおまんま食い上げになるんですよで、この普天間基地この FM 技能湾は普天間基地の近くにありますけど、はい、前はよくオスプレイの話が出てきましたけど最近全く聞かなくなりましたね、うん、そうですね誰も騒がなくなったでしょ全くこれもあのカラオケハウスと一緒なんですよ学校の近くにカラオケハウスができるとなると、うん、あの健全育成上良くないっていうことで目を吊り上げた方々が反対をすると、うん、しかし まあ、ちゃんと地元の理解もある程度得てカラオケハウスを作りましたと、うん、そしてしばらくするとそこで一生懸命歌を歌っているのはなんと反対をしていた保護者の皆さんが歌を歌ってるという <laughs> <laughs> カラオケ屋をもう暮らしてあげてるいうそうねカラオケ屋来るなって言った人たちがカラオケ屋に入り浸ってるっていう現状がやっぱあるわけですああるあるこの基地にしても オスプレイはあの落ちる落ちるオスプレイは危ない危ないって言ってる人たちに限って、うん、あの自分が選挙に落ちる自分が選挙に危ない危ないって言ってるのと一緒なんです <laughs> つまりいや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 、うん、いやこれやっぱり現場にいるるかから分かるんですよつまり彼らはそういうふうに不安を煽り立てることで自分たちへの支持につなげていっちゃう。うだから彼ら彼は この基地がなくなると困るわけです。だから、以前に普天間第二小学校があの移転の話が出たときに、あの反対する人たちが出てあの潰れましたけど、うん、その時の反対の理由っていうのが普天間。第二小学校が移転をすると。するとですよ。はい、あの危険性を訴えることができなくなると、<ー>本来であれば子どもたちをより安全な場所に移すというのが。 うんうん、本質なんですよところが、はい、あのこれがなくなるとあの反対運動ができなくなると、うん、いうことで反対をしたとつまり反反対対ののための反対だったんですよねだからそういったふうにあの普段はきれいごと言ってても実際はそういったふうにいろいろ絡んでるのがあるとで私の持論は基地反対を訴えてる人たちほど基地がなくなったら困ると。うん これの一番端的な実例を言いましょうね、はい、あの名護市の稲峰市長、うん、国がですね、うん、あの名護市のキャンプシュワーブの一部分を返、うん、そうっていうことになったんですよね。うん、で米軍の方と話をして、うん、まあ少しでも基地を返還しましょうと、うん、そした稲見さんは普段基地なんか作らせないぞっって,言って米軍基地は出ていけってやってるじゃないですか。うんはい、あそうなのっていうことで国と米軍の アメリカが相談をして、うん、あ,のある地域の,、ね、この軍用地を返そうとしたと、はい、すると稲峰市長何て言ったか返されるとお金が入らなくなるから返さないでほしいってなんだそれ陳情しに行ったんですよで国は一度はですねまあそういうんだったらちょっと一度は延長を認めましょうということで延長を認めた、はい、でこの延長期限が来たらまた同じことを言ったんですよ ここを返してもらっても使い道のない全然あの民間地としては使えないようなところだから、はい、そのまま使っててほしいと、うん、ねところがもう一つの,あの右手は拳を振り上げて、うん、基地はいらないって言ってるわけですよ、はい、だからこれがまあ彼らのまあ実態かなっていうふうに私はね思ってるんですけどねいやこうして聞くと面白いでしょ いやもう何がしたいのって言ってくなりますよね、本当にね。だからこれが彼らにとってのやっぱりビジネス産業なんですよ、うん、何も国のためとかじゃないじゃないですか違うんですよ。だってね、辺野古なんか行ったら分かるんですけど、真っ昼間からいい年越えた大人がですよ、うん、座ってるだけで生活できてるんですよ。不不思議ですよ、ね、不思議議でですすよなんこれ ね、今日はあは私たちとあとスタッフの皆さんも、はい、みんな一生懸命働いて生活の過程を得てるわけですよ、はい、ところが座ってて、ね、米軍車両とか来たら取り囲んで、うん、ヤンキーゴーホームっていうだけで生活ができる、うん、いやこれ実にね、うん、に不可解な商売だなと思いますよ、うん、この間あのテドコンさんのフェイスブックでしたかね えー、動画がああってあれは公園かなんかですかね那覇の公園かなんかで炊き出ししててで不老者の人は,もうはあの日頃ね生活できない人はあのそこにあのおまんまをご飯を食べに来るわけでそういう、うん、炊き出しをしててでそういう炊き出しをしてる人たちっていうのは実は。 あのそういうい者の人たちを集めここそこ行けばご飯食べれるよっていうのを広まってバーっても人が集まってきたわけうん、うん、で集まってきたらどうしたかって言ったら拡声器で、うん、これはもう、ま、生の動画でそのまま <laughs> 映ってるんだけど <laughs> めっちゃ爆笑しますよで皆さんあのこれから。 えと皆さん辺野古まで行って<い>あの反対運動に参加してください、うん、で参加しますと飲み物もあのお弁当も全部出しますから <laughs>、うん、あの皆さん参加振るってお願いしますって <laughs>、うん、これそのまま残ってるから動画で。 やばいですね。だってね、これ、あの。言えないです。だから、だから、あの、本当の気持ちで。反対、反対、もう、きっと、あの、って、言ってるわけじゃないわけよ。もう、弁当食べたいんです。仕事。アルバイト。いや、中にはね、でも。でもね、純粋に、やっぱり、反対。あの、海を守りたい。平和を願って、反対するたち、人たちもいるんですよ。しかし、このようにですね。 いわゆるビジネスとしてやってる人たちもいる。いるで彼らに私何度もインタビューしましたよ。そしたらこうみんなこう言うんですよ。私たちはねあの動員ではありませんと、うん、一人一人この沖縄のためを思ってねみんな個人個人で参加してきているんですと、うん、誰というリーダーはありませんというふうに言うんですよ。ところが彼らのリーダーたちがこの県外で講演会する時のあのパンフレットなんかには 私たちはあ,のあえて、うんえー、個人個人で参加していて、うん、リーダーというのはいないというふうに言っていますと、うん、それは何かあった時に責任を、ね、問われることはありませんと、うんうん、こんなこともねはっきり書いてたりするんですよ。これ<ー>いわゆる昔の過激派のやり方、うん、どみんなの個人個人とか言ってあの関係を切っておいて誰かが捕まっても個人がやったというふうに言い逃れるためのやり方なんですよね。うん ところが今回今おっしゃったように講演でですね私あの最初見たときに、うん、ああこういう困っている人たちにあの食べ物を炊き出しするなんてすごいいい人たちだなと思ったんですよ、うん、僕も最初そう思ったそしたらその後にですよ弁当と飲み物はこちらで支給します参加費は一切必要ありません一緒に辺野古に行ってあのデモしましょうと座り込みましょうおーってやるわけですからね。うん、で当然 ホームレスの方々移動手段ないですよね、はい、だからここでこの主催者がバスを準備してうん、うんね、乗っけて、うん、それから辺野古の方に連れていくと。うん、で最近ですねあのこれは私の友人の話なんですけど本土から来た若いね2人の女の子が、はい、所持金1万円でいつまで沖縄に滞在できるかっていうことで、はい、行ったところが辺野古のテント村らしいんですよね。<お> <laughs> で向こうに行くと あのまず寝るところ、うん、食べるもの、うんね、はもう完全に向こうが準備してくれると、はい、でちょこちょこ手伝いをしていればそこでお金も出ずにずっと滞在ができるって言うんですよ、うん、でじゃあお風呂はどうすんのって言ったら、はい、向こうの,あの「愛の送迎車」っていう車がありまして、はい、あのそれに乗っけてもらって、うん、この港の近くにある彼らのアジトに連れてってもらってそこでシャワーをタダで貸してくれると。へ じゃあトイレはどうするのってなるとこの愛の創儀会社が近くのコンビニまで運んでくれるんですよ。はあ、で食べ物困らないでしょ、はい、お金持ってなくても生活ができると、うん、で最近はこのうるま市とか沖縄市の、えー、公園で不老者の方々が突然と消えてるって言うんですよ。うんうん、あと那覇市内でもこの国馬川,川沿いの河川敷の <laughs> ホームレスの方々が見えなくなってる突然と消えてるね忽然とっていいですね。<laughs> <laughs> <laughs> 一体この人たちがどこに行ったのか、どこで職を得てるのかとい非常に不思議なんですけど、<ー>これも私ちゃんと情報を仕入れてるんですよ。はい、実は私の友人の裏添の不動産業者がいるんですけど、はい、彼がですね。驚くべき話をしてくれたんですよね。うん、彼はすごい。あの、既得家でですね。うんうん、あの。この仕事がなくて、公園であのうろついてる人たちに声をかけてですね。自分が管理している。 あの建物の掃除とかをさせて、うん、あのお金払ってたんですよ、はい、少しでも仕事させようっていうことで、うんうん、そある時急に全員が来なくなったって言うんですよ、はあ、突然ね、はい、でおかしいなと思って探し回って、うん、ようやく見つけて声をかけたな、うんで急に来なくなったんだって言ったらいや他にいいのを見つけたと、うん、それは一体何なんだっていうことで問い詰めたらしいんですよ、はい すると、ある特定の政党の名前を言ってですね、はい。あの、彼らが雇ってくれて、あの辺野古とか反対運動をすると、あの、いい給料をもらえるからもうあなた方のね、うん、あなたの掃除はもう手伝えないと。言って断られたと。マジですか。マジっすよ。これ。すみません。ビールください。<laughs> ビールください。これやってられないですね。これ。<laughs> だからいかにこの沖縄の既存のメディアが彼らを美化して伝えてるのかっていうのがこれで分かっちゃうんですよね。でここで、はい、今日ラジオをねあの FM キノワンをお聞きの皆さん、はい、そしてあの追キャスでご覧になってる皆さんに、うん、どこでも発表してないニュースを真っ先にお伝えします。<た>はい来た。出ました。はい来た。もうこれだから好きなんですよ。コンさんはい。<laughs> えーはい、ではあの FM 犬湾の,のスタジオからボギーテトコンが・がお届けします <laughs> え先月9日辺野古キャンプシュワブ前のゲートのところで、はい、大きな事件が起こりました、はいはい、日本の心を大切にすると、うん、政調会長の和田政宗参議院議員とその随行員がここで政治活動を行う際、うん、それを取り囲んだ 平和団体の方々から暴力を振るわれました、うん、そのうちの数名が顔を引っ叩かれたり引っかかれたりし、はい、これが現在暴行罪ということで受理をされ捜査に入っております<ー>平和団体の参加者の中から数名の逮捕者が出る模様で、うん、これは沖縄のメディアでは決して報道しない事実で ございますつまり「平和平和」と言ってる人たちが、うん、あの違法な平和運動をしないでくださいって訴えに来た国会議員と、うん、その随行員を襲撃してですね怪我を負わせて、うん、そしてとうとうこの告発されてうん、うん、今度捜査が入るっていうことになってるんですよね。多分今日この放送を聞いててっ青になって ベント村に電話してる活動家の審判の方々いると思いますけど、はい、<laughs> 私は誰と誰と誰と誰が引っ張られるの全部知ってますけどあえて言いませんからねそのような感じで、まあ、34名の方々が、うん、あの今後名護署に任意同行を求められてあのかなり絞られた上に書類送検されるんだろうというふうに、ね、私たちは思っております。うんうん まあつまり平和平和と言ってる人たちほど暴力的だっていう。現実が今回露わになったんですよね。うわ、これですごい発表ですけど、ね、沖縄のメディアでじゃあ放送されないでしょうね。いやまずね。沖縄のメディアは？ あのー、マスコミ労協って言ってですね。はい。うん、マスコミの労働組合が彼らと一つになって反対運動をしていますので、うん自分たちに都合の悪いニュースっていうのまず流さないと思うんですよね。うんじゃこれはあのー、ぜひ朝日放送に取材に来てもらって、うん、全国にあの出してもらって、<laughs> えなんで沖縄でえ出てないのってこれびっくりさせましょう。いやでもこれ結構これだけじゃないんですよね。はい、沖縄で起きているのに、うん、沖縄のメディアで ね、知ることのできないニュースっていうのが結構あるんですよ、すすごいですよ数をこういうあの特ネタは特にあの欲しいんじゃないですかね、朝日、うん、放送さんも。うんうんうん、あとね、朝日放送さん、読売さんとか、あと、サンケイさんとかね。 リークしちゃいましまょうかねぜぜひぜひあの外堀からこう行かないと、はい、あの今の、ね、沖縄のメディアを変えることできないんであと、ね、せっかくですから新報とタイムズさんにもちゃんと連絡して取材してね <laughs> っていうこと <laughs> あのもう朝井さんに先に言いますよみたいな <laughs> いやでもねこの朝井新聞さん私結構見直してるんですよ最近ね実はあの<ー>去年あの瀬岳っていうところに反対集会を 取材しに行ったんですよね私あの、カメラマンちょっと離れたところにいて私、1人であの取材して回ってたんですけど、はい、あの数名の平和運動家に取り囲まれてですね、はい、何しに来たかえれって言ってからです、ね、小づかれてですよ、うん、背中は押されるわ蹴っ飛ばされるわ、はい、でこの背岳の砂浜をですね、はい、ゴルゴダの丘を引き回されるキリストのように、ね、<laughs> 連れていかれたんです、ね。<laughs> 想像しやすすいですね結構そ,うでその時にこの集会には1000人ぐらいの人が集まってたんですけど家族連れとかいっぱいいましたよ、うん、誰一人私とこの活動家の間に入って1人をこんな大勢でやるのはどうちょっとまずいんじゃないという人誰もいなかったんですよ。で、うん、ね、まあ、どこの新聞とは言いませんよあの確かタイムスさんだったと思うんですけどタイムスさんの記者が前から歩いてきたんですよタイムスの記者が来たと思ったら。 はい、私の顔を見てにんまり笑って写真をパシャパシャパシャと連写で十枚ぐらい撮ってもう本当にニヤニヤしながら去っていったんですよ気持ち悪いですねとっても気持ち悪い、うん、ちくしょうと思いました <laughs> そうするとねそこから十メートルぐらい歩いたところで一人の男性が間に入ってきたんですよ一、はい、人をこんな風に小作るのはこれ犯罪ですよやめましょうよっったらなんだてめえはって,って活動家のねおっちゃんたち怒ったんですよ、はい、この男性が 私は朝日新聞の記者で「まると言います」って言ったから、うん、一瞬シーンとなって、うん、あともうすごすごと立ち去っていったんですよね。<ー>いやあ、ね、あとでは記者に聞きましたよどうして助けたのって言ったら「いやあれをね黙って見てるわけにいかなかったと」と、うん、そんなことを平気でやるのがいわゆる平和運動家で彼は常に「話し合いで解決」と言いながら。 話し合いで解決したことないですよ、ねうん。話すらできないですよね。いまああのいろいろもう尽きることないんですけど、うん、<laughs> あのばもっと過激な話をまず CM 後にね、はい、行きたいと思いますので、あ,はい、あのまあこの番組は <laughs>、えー、オーシャンビューネイルカフェのココさんと、えー、ビアカンビアガーデン B サイド、はいえー、ビアガーデン B サイドがですね、あのやっと あのオープンしましたんで、ね、オープンしたみたいですね。ねレア番号を言っておきましょうね。はい、えゼロ九八の八九三の三二八六ゼロ九八八九三の三二八六このね FM ギノワンのビルの上、うん、ね<ー>、えー、G タウンビルのあの屋上でビアガーデン B サイドこれ本当にあの大人気で,で、ね、週末はね予約しないと。 座れません、うん、本当早めに、ねでまあ、今の梅雨時期ですけど雨降ってても半分は座れますからね屋根がありますからでなんとね2980円で3時間半飲み放題食べ放題、うん、ねこれやばいですよね、えー <laughs> まあ、食べ放題ってある程度料理出るんですけどもうお腹いっぱいになるぐらい出ますからうん、うん、しかも美味しいしビール飲み放題、うん、飲み放題3時間半ですよ 2時間というのは結構、ね、あるんですけど、うん、3時間2980円3000円出せばもう満足して帰れるというホント長めもいいしね,ねビアガーデン B サイドオープンしましたお待たせしました、うん、098893の 3286B、えー、サイドまで、ね、みんな足運んでください、はい、あとネイルカフェここもよろしく はいね、今あの B サイドの CM も流れましたけど、うん、6月営業開始予定ですってもうあの営業しましたんで、はいね、してますんでぜひ <laughs> <ー>あの問い合わせしてください。ねってことで、えー、後半もねあのテドコンさんの話をね、はい、えー、聞きたいんですけど、うん、あのもう本当に時間的にはあと15分ぐらい。 かなっていう感じ。足りないですよ。あっという間なんですよ。本当に。<laughs> <当に S 1> 前回もそうだったけど。<laughs> <う>あのう、テッドコンサー来た時、足りなかったんですけど。あのただね、今回。あの日本の心を大切にする党の方からの、あの比例代表で。まあ、そうですね。まあ、もし今、あのう。<まだ S 2> あれですよ。支部長なんですけどね。<はい S 2> まあ、選挙まだまだですから。 あのまあでも私なりにいろいろ考えることがやっぱりあるわけですよね。はい、まあ今回ちょっと面白いことを考えたんですよ。はい、あのこの普天間に絡んでですねこの普天間基地をどこかに移設するにしても海を埋め立てちゃうっていうのがどうしても出てくると思うんですよね。うん、まあ今では辺野古になってますけど、はい、その辺野古をですよ今後埋め立てるのであれば、はい、私これあのはっきり言ってあのベストで はないとしかしまあ、はい、ベタな選択だったというのを持思ってはいるわけですよね、うんはい、ただもう埋め立ててしまうっていうのが既成事実として出た場合ですね、はい、私はこれを別なやり方でやっぱり活用したいって考えてるんですよね、はい、でこれはあの普通この埋め立て地っていうのは国有地になるんですよ、はい、ところがですねこの埋め立てが完了した時点でその所有権を県に移譲するわけですよね、うん、で県に移譲するということは そこをまあ基地として使う場合には射撃治療が発生します。射撃、うん、治療、射撃、うん、軍用治療ですね。はい。はい、そしてその軍発生した軍用治療をですね。この埋め立て地に隣接をするあの住民行政組織、まあ名古屋で言えば辺野古とかね、うん、あとティーマとかフタミとか、うんうん、そういったあの村がたくさんあるわけですよね。はい、まあそういったところの人口比で これをきちんと割ってですね、うん、あの地域振興の原資として交付をすると<ー>毎年毎年。でこれ使い道はあは一切あの制限をつけないで、はい、その区で例えばですねこの辺野古区でこれを子どもたちの奨学金に使ったり、うん、この町の中に防犯灯をつけたりあ,<ー>あと公民館の改修に使ったりとかそういうふうにあのその村独自のね 使い方に自由に使ってくださいっていうことで毎年毎年これをねあの交付をするっていう考えを持ってるんですよねつまりやっぱり負担をするんであればそれなりのやはり手当てをするべきだっていうのが私の考えではあるんですよそしてそれをですよあの何に使えっていう制限はしないでそのくその句で自由に使うと当然あのその区のために使ってね がどん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 これで発展していけば私いいかなと思ってますそしてもう一つこれはあの普天間基地の跡地領で、はい、既存の政治家が怖くて言えないことは私はっきり言いますよ、はい、この私はですねこの普天間基地のね返還された跡地をですね、はい、あの極東最大の国際救難センターに作り変えるべきだと思ってるんですよ うでなぜかと言いますとこの普天間基地には今窓から見える普天間西地区の開放地に、はい、あの今後高度医療センターが作られます。それに隣接するのがアメリカの海軍病院で、はい、あの県内でも非常に大きなあの医療センター街になるんですよ。はい、それプラスこののの普天間基地のメートルの滑走路と 東日本大震災クラスの津波が来ても、はい、まずあの沈むことのない高台の飛行場という立地条件はですね、はい、この日本本土で今大きな地震が来ると言われてますよね、はいまあ、そういった地震が来た時に、はい、真っ先にこちらからです、ね、水や食料や医薬品を届ける一つの救難センターになる、はい、そしてこの沖縄の地政学位置っていうのは、はい、日本本土だけじゃなくて中国や韓国北朝鮮、うん あと東アジアインドネシアまでほとんど遠距離で行ける距離にあるんですよつまりこの沖縄をですね、うん、今まで基地があることで人殺しの島と言われてきた、うん、これをですね、うん、人の命を救うセンターをここに作ることでうん、うん、沖縄を人の命を救う島に作り変えていこうっていう考えが私にはやっぱりあるんですよ、うん、あい,いいですね、はい、つまりここで軍用機とか飛びませんよ、うんうん あの救難に飛ぶ時だけ飛行機が飛ぶような普段は静かで子どもたちをねあの中に入れて解放して運動会させるようなまあそういったところに帰っていくでもひとたび大きな地震とか津波があった時にはここからたくさんの,ねあの救難物資を積んでいくそして帰りには空で帰ってくるんじゃないんですよそういった被災地で怪我をした人とか急病人を乗せてそのままここ普天間に帰ってきて。 この西地区に救急搬送をしてすぐ処置をして命を救うんですよ。これは何も日本だけじゃなくて津波の多い東南アジアでも一緒ですまあそのような形でこの沖縄を戦後初めて人の命を救う島に変えていくっていうことが私の夢なんですよ。取したこれ実はエルドリッチ博博士士ロバートも まあ、似たたような話ししてましたね、はい、でこの普天間基地の,その滑走路っていうのは海抜約1 0 0ーぐらいあるから大津波が来てもここは大丈夫とそこを残すことによって今言った支援、うん、いろんなあの救援も,かかもできるし実はもうね明和の大地震大津波っていって、はい、ギリスにも載ってるのが沖縄の津波なわけよ。<っ> もうそろそろそれから400年ぐらい経ってるんで最近地震多いでしょ今日は震度1とか震度2とか細かいやつがこれじわりじわり来てるんじゃないかなっていうあとねここは広い土地を残すことによってこの見える地域の方々もし大きな地震が来た時にはこの高台に逃げてもらう。 避難路になるわけですここにも逃げてきてくださいと、うん、そこに来れば食料も水も何もかもあります、うん、病院もありますよっていうそういう人の命を救うっていうね、うん、あの使命をこの儀乃湾に持たせる、うん、でプラス私の考えではそれと併設してですねそして日本のね世界でもあのトップクラスの防災減災、うん、救援技術を さらに高めるのと同時に、うん、その防災関係者を目指す若者たちや現職の方々をここで勉強させる、うん、そしてあの極東アジアから留学生をここに招き入れることで、うん、日本の優れたそういった人の命を救うという技術を極東アジア全体に広めていく、うん、そしてどこで何か起きたとしてもこの沖縄の 普天間にある救難センターと連携をしてですね、うん、あのすぐ飛んでいってこの大学で学んだ防災の担当者がスムーズにこういった救難活動に従事できて一人でも多くの人たちの命を救っていく<ー>だから沖縄をですよ戦後初めてこの人の命を救う島に作り変える大きなチャンスなんですよね。すすごいい素晴ららしい、ね、だからこれが私の提唱する 沖縄が沖縄でしか担えないことの一つなんですよ。うんすごいポジティブでしょ。はい、これはね、やっぱりあのね、な何かというとこの沖縄が拠点となって、そのアジアのその中心の位置にあって、まあ貿易とかの商売経済のことしか考えないんだけど。うん そういうね、やっぱり救援の場所命を救う場所っていうのは新しい発想かもしれないですね。私はここの初代学長にですね国立防災大学の学長に、うん、あのロバート・ディ・エルドリッチ博士を当てたいと思ってこの方はもう本当にこれのプロフェッショナルですから彼をここの学長に据えてですね、うん、もっともっとあの素晴らしいあのね あの理論を展開していただいて、うん、あの人の命を救うということにね、やっぱり役立っていただきたいと。やばい、これやりましょう。ロバート博士もね、はい、あの出演して頂い,いて、うん、前回出ていただいて。東日本震災のね、友達作戦とかの、まあ、人造式をね、取った方でもありますし。そうなんですよ。うん、あの、そういった、えー、まあ、救援とかね、うん、あの防災とかに、本当にあの、かたけてる専門家なんで。うんうんうん そのアアイデいいと思います、だからこれは、ね、反対だけでは生まれないんですよ、やはりこれをどう生かしていくか、この普天間という立地条件をどう生かすか、そしてこの沖縄でしか担えないこと、沖縄差別されてるとか平等にって言ってる間は絶対できないんですよ、だから沖縄は沖縄でしか担えないことがあるということを誇りを持って担なる、そういったアイディアとして私はこれをやっぱり提起していきたいんですよね。うんうん だって人の命を救うんですから、うんね、軍事じゃとい,、うん、いう新たな抑止力が、うんね、世界史上初めて生まれる可能性がある、うん、それがこの沖縄であり、うん、普天間なんですよ。うんうん、これはもう宜野湾市民の誇りになると私思いますよ、うんうん、アジア極東地域の本当に人を救うようなあの島にね、はい、誰が攻撃するから。 自分,自分たちもいざとなったら救われるような場所よ、いうう、うん、わば救急センターとか大きな病院、ね、うんうん、地元にあるところを攻撃するわけないじゃない、はい、それがアジアの中心にある沖縄が、ね、そういう拠点だとしたら攻撃するバカはいいませんよね、うんうん、それが新しい抑止力になると私は思ってるんですよね。ねだから武力力を用いないな抑止力ですよ、うん はい。テンション上がってきました。ね、ぜひあのね平和平和と言ってる人たちもこれ前向きに考えていただいてですね。はい、はい、私と協力してやっていきましょうよ。よ、ね、<laughs> かっこいい。やっぱかっこいいですね。 オーギーさんと協力するかは分かんないですけどだって私あの、ね、今日平和運動の人たち聞いてますけど山城ひるひ博士さん友達ですよ私握手した写真いつでも見せられますからね,ねニコニコしてましたねニコニコしてます満面の笑みでしたねそうなんですよ <laughs> あれ見たら相手方はなんかショック受けるみたいですけど <laughs> 素晴らしい写真でしたねい,やいい写真ですよ<ー>私記念に持ってますけど <laughs> でもいいでしょこういうのも、はい ボギーさんは、ね、いつも、なんていうかなこのあのユーマーを交えて、ね、やるから面白いんですけどおもしろおかしくやってるんですけど真面目なことをですよ、はい、<laughs> 真面目に言ってるんですけど <laughs> <laughs> すごい真面目ですけどね。 <laughs> やっぱりでも、はたから見たら面白おかしいことをやってるんですよね。最近いろんなね僕もあのギネマ市長選挙とかいろんなのちょっと関わってきてて、うん、あの最近オール沖縄っていう言葉もねあまり聞かなくなったきてし先ほどのオスプレイの話も熊本の,、ねうん、あの震災で大活躍したっていうニュースもねもうだいぶもう全国的にも知ってますし、うん、浸透してますからね。らそういった意味ではあの もうね、何が危険なのとか、うん、危険だったらすでに、ね、いろんな事故が起きているかもしれないけど、うん、こんな逆に大活躍していて、うん、あのいろんな、ね、ところで安心安全、うん、で飛,行飛行距離も、ね、長いし、うんえー、いろんな意味でもう有,有能なというか、ねうん、優秀なあの飛行機だと思っているし、ねうん、あその辺はもう一般的な一般、ね、人があの理解し始めているのかなと。 オール沖縄ってオール沖縄じゃないじゃんってうん、うん、もう分かってきてるしその辺はもう冷静にね、うん、見てやらないと相手方もいつまでもやってるともう弾かれちゃうっていうかうん、うん、だってね宜野湾市長選挙がいい例でうん、うん、あのあー おなお長がんがついてます相手がタワーって言って結局は6000票近くで負けたでしょ。と、うんはいう、はい、ことはオールオケが負けちゃったわけや。と、うん、いうことはオールオーケはないっていう。いうことだわ <laughs> だから普通の人はそうやって理解できるから、うん、あそれは嘘っぱちだなっていうのも分かるしそれを、うん、あの使ってね運動するっていうこともちゃんちゃらおかしい内容、うん、っていうのはうん、うん、もう理解できてると思いますから。うんうんうん さて問題はもう本当にこれからねいつまでもあの過去のことを言ったりとか、うん、こんなあの悲惨な事件があったからどうのこうのってあのまた持ち出してくるんじゃなくて、うん、これからどうしていこうかっていうのが非常にね、うん、<の>そうですよねこれからですよね,ーーさんね大切なところなんではい今言ったあの、うん、素晴らしいアイデアもありますしあれはいいですよ感動しましたいいし本当に、うん、これはもう本当沖縄がね 生まれ変わるチャンスなんです沖縄新しい産業防あの防災産業っていうのが生まれる。でエルドリッチ博士のような素朴れた人材があの人材育成をする立場に回る。こんないいことないですよ。最高ですよね。でギノワンはもうこの極東アジアの救難の中心地になるんですよ。プライド持っていいんですよギノワン市民はね。 負担じゃないんですよ。プライドを持ってほしいんですよ。私は。うん、俺たちがこの辺のね、みんなの命救う役目になってるんだと。うん、いうふうにね、胸に手を当てて、空を向いてほしいんですよ。うん、これはね、うん、日本中、世界中探しても、議論はね、しかできないことなんですよ。うん、これは私、どんどんやっぱり提唱していきたい。すごいな。これね、新しい発想で。うん 非常にいいと思うねこれはロバート博士もこの話は一緒にされたんですかねそうですね博士がいろいろ知恵を借りしてこちらでも研究してる非常に有意義な人の命を救うっていう戦争で人の命を奪うことの反対のことですからそれやっぱりどんどん進めていくいいいじゃないですか。人の命をだって ね、人の命をね奪う島から、人の命を救う島に変えていくと。それがチャンスなんですよね今。で、平和運動の人たち、私と一緒にやりましょうね、ぜひともね。だから私のことトランプなんて言わなんでくださいよ。ジョーカーとかね。本当に。ハートネスでいいですよ私。大丈夫。そのうち変わりますよ。大丈夫です。ハートネスはい。近いうちもそれになりますから大丈夫です。まあね。 まあそう本当にあのテドコンさんはねいろんな活動していらっしゃるんでえたくさんあのネタは持ってるんですけどあのコイン入れてくれてますねコインたくさん入れてもらっておおありがとうございますナツさん五年発でコインもらってますよもうねテドコンさんの話はね聞いちゃいますよねやっぱり表彰されてるとうんありがたいこれあ活動ね実行できる人なかなかいないですしね。 あの本当にも尊敬しますね。自分も出会えたことに感謝ですよ。あのまた高円ありがとうございます。ありがとうございます。夜ね本当にいつ寝てるかなと思うぐらいあのもう何ていうかな自分たちのこの仲間がいてでそのパトロール隊がいてもうわっちが汚されてるよって聞いたらもうすぐ行っちゃいますからね。すぐ号令かけてもう暗い時間からよ集まって全清掃活動して。 もうこの綺麗なね、フェスをあの守ってくれてありがとうございます。みんな分かってますかね、<う>本当にね、まあ。こういった様子はですね、夜9時、うんはい、毎日夜9時から、はい、あのニコ生とツイキャスでボギーチャンネル。はい あのボギーチャンネルっていう名前で流してますんでね、そこでいろんなまた情報を届けていこうと思ってます。ボギーチャンネル。ボギーチャンネルです。いいですね。で、あとね、ネットでもあのチャンネル桜。これはもう自分もはい。チャンネル桜、鉄板のチャンネル桜。あのえっとね、ガナハマサコさんも出てますしね。あのキャスターとして本当にあの楽しいあのためになる情報をガンガン送ってますんで、ぜひね。 あの見て聞いてください。うん、えっと今日のあのタイムキーパーがいないんで、何分まで放送なのか、えー、何秒前なのか、えー、<laughs> あこれでカウントウンあ,とあと4分でか。えー、もうあと4分なの？あ,あと4分ですね。えーーえー、もうあのう最後にあのボギーさんなんかあの最後に言いたいことそうですね。爆弾発言のい,、ね、いやもう <laughs> 十分やってますんで、ね。ただあの私はあの <laughs> 右とか左とかか左関係ないんですよ、はい、この沖縄の人たちがこの沖縄でしか担えないことを見つけてですね、うん、それを誇りにも持って担っていくことうん、うん、そしてあの差別だとかねあの俺たちはあの偏見されてるとかそういうふうにねあのやっているといつまでたっても沖縄前に進めない、うん、もう広島の被爆者とあとオマバ大統領が。 ね、会見したときに、過去のことはいい、これから未来のことを見つめていこうと言ってます、沖縄もそのようになるべきなんですよ、はい、いつまでたっても戦争だことだ、日本兵だっていうんじゃなくて、うん、これから沖縄が沖縄で担えないことを堂々と発信していく、うん、で胸を張ってそれをね、担って、ね、この日本で俺たちしかできないという誇りを持って生きていこうと、うんまあ、そういったことを私は提唱しない。そ、はい、そしてそれのの中心にあるのは 人の命を救うということですね。はい。はい。や、本当ね。もう突然の、あの。お呼ばれで来ていただいて。ありがとうございます。いえいえあの、これからね、あの、何度も、あの、ボギーさんには。また出演させて。はい、もう。出ていただけ。今日も楽しみで仕方なかったですから。まあ、新たなね、情報、また、あの。ええ。 情報提供してくれると思いますので、うんえー、よろしくお願いしたいと思います。あのめまぐるしくねし変わってるこの沖縄の情勢ですけど、うん、今あのボギーさんが言ったように本当にね前進して前に前に向かって良くなっていけばね、うん、あの幸せな島、うんえー、本当にあの。うんうんうん 命を救う島という形で輝いていけるね。うん、沖縄を目指してみんなみんなでね,でね目指していきたいと思います,んでいいですね。輝ですから。いいですね。いいですね。もう <laughs> ハートに満ちたね島。うん、もう笑顔はもう昔からねうちのあちはあの笑顔もうどんな苦しい時でもね笑顔笑顔でね来てたんですけどあのそれが。 本当の意味でのこの、ねうん、ホスピタリティがね、うん、うわーってにじみ出て、うん、あの本当の命を育む島っていう形でね。うん、あのー <laughs> 新たなね沖縄っていうのをね気づいていければなと思いますね。本当いいお話聞きましたね今日は。今日はあのまたね突然のあれで出演でありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はいよろしくお願いいたします。この番組はオーシャンビューネルカフェのココさん。これあのね茶団町のね浜そばの上2階にありますね。沖縄の タレントとかモデルさんがよく利用通うようなすごいあのおしゃれなあのネイルカフェです。ね、ネイルカフェココさんと先ほど言いましたこのビアガーデンビーサイドこちらのビルの屋上でオープンしましたビアガーデンビーサイド。それとモンタナさんですね、姉妹店のモンタナさんの提供でお送りしました。あ、ナチさんもありがとうございます。 いつものね時間よりはあのあ,ありますね、えー。ということでこの B サイドさんはですね、えー、先ほども言いましたように、えー、年週末は、えー、もう予約が取れませんので、うんね、必ずあの、うん、電話していただいて本当に早めにね予約してください。まあ、席はあの100名は入りますので結構あの広めなんですけど。はい、あの 今ちょうどまだね、えー、今週いっぱいまでは、えー、梅雨が続くそうなんで梅雨時期でもあの屋根がありますから。 えね、ぜひ利用してください。はい、で問い合わせ番号がゼロ九八の八九三の三二八六。ビ、えーえー、アガーディ B サイド二千九百八十円で三時間半飲み放題、はい、食べ放題になってますので、うんえー、よろしくお願いします。ネイルカフェココさんも、えー、今日は提供ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、えー、ボギーテトコンさん、ね、またね次回のね、えー、出演まで。 えね楽しみにしています。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、それではまた来週。バイバイ。バイバイ。バイバイ